今この刃忍者ガイデン Z が、まあ、東京ゲームショウでプレイアブルで出展して、でそれがですね、実はそのちょっと6月に出した E3 とまあ同じビルドだったんですね。残念ながら、ね、残念ながらこう日本語の実は字幕も入ってないっていうものをですね突き放した感じ、日本の会場で出しちゃっていて、まだまだこれから製品版はクオリティ上がっていくんですけど、まあ、開発中のものっていうのをちょっと一回見てもらおうかなと思って、最新の実は先週届いた、そう俺たちもね先週見たところっていうところなんでを、まあ、ちょっと一回プレイするのを、まあ、皆さんに見てもらおうかなと思ってます、うん。だいぶ変わってるよね E3 の、まあ、東京ゲームショーに出したバージョンから言うと。そうですね、まあ、一体一体はねゾンビなんで弱いんだけど、一気に出てこられるとかなり掴まれて苦戦することもあるよね。そうですね、そういうゲームにしようっていうのはかなり初めから話していて、まあ、それが今やっと形になってきてるな。そうですね、まあ、ただ切るだけだと結構苦戦するかなっていう、いろいろこうね考えられる攻撃があると思うんで、危ないよかなり危ないよ今ランジェリーショップに、ね、うん、この辺もかなり悪ふざけだよね。ちなみにうちのチームだけで作ったら出てこないですね。出てこないよね、まあ、この胸どうなるんだろうっていうふうにこう見てたら、あちゃやっちゃったみたいなね。でも最近ね、なんかアクションっていうか、そう純粋な昔ながらのアクションっていうのが押されて、なんかちょっとこう元気ないなっていう感じがこう見られるんだけどね、やっぱりずっとそういうアクション作ってきた俺らにとってはちょっとねピンチではあると思うんだけど、アクションゲームってこう自分プレイアブルキャラクターと、まあ誰倒すかあるじゃないですか。でここに対してのこう目新しさみたいのがやっぱり足りないっていうのは現実としてあるのかなと思ってて、うん、今回刃がすごくいいなって思うのが、誰を操作するのって忍者です、刃です、うん、で敵は何ですか、ゾンビですって、うん、まあ、この組み合わせが今までなかったでしょっていう、うん、このゲームでいうとタイトル名称を刃にしたじゃないですか、うん、あの時に結構覚悟は決まってるのかなと思ってて、うん、もうあのキャラクター刃ってあのキャラクターを操作するアクションゲーム で、うん、彼のその魅力、普通の忍者とも違う、で竜はやぶさとも違う、うん、刃、彼を操作するということがものすごく面白いんですよっていうゲームにしていくんだっていうところが、うん、まあ、タイトルのこう我々がこう決めた時にもう、うん、そういうこのゲームはコンセプトだっていうのがよりはっきり出たかなと思うんですよね、うん、竜はやぶさに敗れて、ね、剣が折れて敗れたっていう、あと復活して刃はどうするのって問いかけた時に、やっぱり刃の性格を分かってるとスタッフは折れた剣使いますよっていう、だから性格からみんなこうやりたいではなくて、俺が折れた剣でやった方がかっこいいと思うっていうんじゃなくて、刃なら折れた剣使うでしょ、だからそれでゲームシステムなり操作の部分を考えますっていう形になったと思うんだよね、うん、なんかできる限りね、新しい試みでやってみたいな、いろんなことやってみたいなっていうふうに思ってるチャレンジはちょこちょこできてるよね今ね。できそうになってるかな、うん、これから発売に向けて加速していくんで。そうだよね。あと最後にちょっとお願いがあって、はい、何でしょう俺皆さんご存知の方もいると思うんですけど、マイティナンバーナインというゲームをですね、立ち上げたんですよ。横スクロール、横スクロールのクラシックジャパニーズアクション、せっかくもうなんか俺の大好きな刃を立ち上げて、また大好きなマイティナンバーナインもあってっていう、コラボしたいな林さんの一言で決まると思うんでもうそれはぜひね、自分も出してますからぜひ一緒にやりたいですね。そうだよね、バックしてもらってるってことはもうスタッフだもんね。スタッフですか。もう刃のスタッフでもあり、お互いマイティのスタッフでもあるということなんで、もうぜひお願いしたいです ね、はい、ちょっとまあ詳細はまたじゃあこの後決めましょう。決めて、ね、
あのいいゲームを、はい、まあ、まず刃なんで、そうですね、まずは刃を完璧なものに仕上げて、そして、コラボレーションとかもいろいろやっていけると面白いなと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。